ワイダニ池田家、墓所二の小山、池田利隆夫妻の墓所、左が利隆の墓、池田利隆は、江戸時代前期の大名、ハリマ姫路藩の第二代藩主、岡山藩池田家、宗家二代、天正十二年九月七日、池田テルマサの長男として、美濃岐阜に生まれる。橋橋を与えられて生した、慶長五年九月の関ヶ原の戦いに、 父と共に東軍方で参戦する。慶長8年2月、伊母帝の忠次が、備前岡山藩主に任じられると、幼年の忠次に代わって、失政代行として3月に岡山城に入った。年高は、岡山の実質的な領主として、藩政を担当し、慶長9年には、慶長検知と呼ばれる、領内検知を実施した。また、平能分離を行い、全岡山領主であった。 ウキタ秀デや小早川秀明の夫役の廃止など、江戸期における近代的体制を確立した。慶長十年、十四位下自中に除任されエモンたを兼任した。同年に、徳川秀忠の幼女、鶴姫を正室に迎えて、幕府との関係を深めた。慶長十二年六月二日、武蔵守に転任して、松平政を賜り松平武蔵守としたかと名乗った。 慶長18年1月、父のテルマサが死去したため、6月に家徳を継いだ。その際に、父、テルマサの皇室、吉馬サインの結晶領である西張馬三軍十万国を、弟の忠次に分与し、姫寺藩の所領は42万国となった。慶長19年からの大阪の陣では、徳川方に組みし、大阪冬の陣の初戦の天ヶ崎合戦に参加した。 池田家臣でいとこにあたる池田茂都氏は、天ヶ崎大官として、天ヶ崎城に爪守りを固めたことから、戦後一万国を賜って、大名となった。現那2年6月13日、規定にあたる京国高博の京都市場の屋敷で、病死した。京年33。墓所は、京都明神寺の五国院、岡山県ワイダニ池家墓所、兵庫県姫路市、山野井の国清寺。 家督は、長男の三つ正が継いだ。ありがとうございます。